北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。北川先生、今週もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ、先週ですが、白黒つける、白と黒の世界の話をしていただきましたが、今週ちょっとその続きのような感じかもしれないですけど、いろいろ、はい、お話伺ってた中でちょっと思ったのがですね、恥ずかしながら、私、やっぱりその先生のように、励ます、導くっていうところを、ね、将来的には、目指すのは自由だと思いますので、目指したいなと思ってはいるんですけど、その中で、個人的にも今まで北川先生にいろんな場面でも本当に数え切れないのを助けていただいたり、励ましていただいてきたところがあってですね、その中で思ったのが、やっぱり、北川先生含めて本当に先生と呼ばれる、その尊敬される方たちが、なんか他の人と自分なんかとも全然違うなっていうのは、そのただ励ます、ただ優しいっていうことじゃなくて、その、いわゆる叱咤激励っていうことじゃないですけど、なんて言うんでしょうね。そのきちんと導く、表面的に、はいはい、あ、いいよいいよっていう、そういう優しい言葉とか柔らかいっていうことじゃなくて、はいはい、まあ、ある意味時に厳しく、でもその裏に愛情があるから、はいはい、そうそう、やっぱり言われた方としてはすごく、はい、救われるという、なんかその辺、そういうただの白黒じゃない、そういう人間になるためにはどうしたらいいかっていう、はい、まあ、どうしたらいいかということはなかなか言えないんですけど、人間に対して愛情を抱くっていうか、うん、根本的に私自身はですね、はい、この世にいることに敬意を抱くっていうか、この私が今この時代に、うん、存在することがすごいことなんだと思ってるんですね。この世にいることに敬意を抱く、うん、だからこの自分がこの世に存在している自分を理解して尊敬してる、はい、敬意を、尊敬じゃない、敬意というか、はい、すごい敬意というか、すごい存在なんだっていうことに、はい、敬意を抱いてるんですね、うん、だからめったにない存在感だと思うんですね、もう、うん、だからちょっと私が外出て自分にご褒美みたいな考え方があると同じように、はい、うん、この人間、早川という人間を早川さんが外に出て、この時代にいる魂、この人間、敬意を抱くっていうかね、うん、まずは自分自身に対して、すごく貴重な、はい、貴重な人生をもらったという生き物っていうかね、うん、はい、だから、この時代とここに生きている自分に対して、こう、すごい尊敬、うん、敬意、すごい敬意な、うん、滅多にない存在に今時代と存在生きている生物という、こう、はい、貴重な生き方、生物なんだっていう、うん、その貴重感っていうかね、はいはいはい、それで、お前すごいんだっていう、生きてるだけですごい、生かされてるだけですごいんだって、この、うん、だから励ますっていうかね、はい、でそこにはただこう、むさぼり生きるのではなくて、何か使命感見つけて、うん、生きることができるように、そしてこの人生を生ききるように、この肉体を持って最大の生き方をできるように、生ききるように、応援していく。そしてそのためには、この人間をちょっと敬意を抱くって言いますかね。うん、そうすると、他の存在もすごいこう貴重なんだっていうことが分かってくるって言いますかね。あ、自分と同じように他の存在もすごい敬意を抱く、うん、めったにない存在なんだっていうことになると、うん、争うよりも、なんか、良き未来に向かって共に生きていく、確かに、いや、存在っていうか同志みたいなもんですよね、ある意味そう、共に歩む人、うん、まあそこに悲しみと喜びとさまざまな欠点を持った人たちはいっぱい共に歩いてると思うんですけども、はい、でもう一つはね、佐川君が言う時に根本的にはこう好意を抱くというのがないと、はい、叱咤激励にはならないんですね。確かに、好意があってこそですね。で、好意とそういう敬意と尊敬のない人間に対して言うと、うん、傷つけ合うだけなんですよね。うん、だから、自分がこう好意を抱いてないときは、やっぱ相手に対して叱咤激励はしないって言いますかね。確かに、できないですね。できない、嫌うって言いますかね。うん、そういうときは、
第三者、敬意、その人を尊敬してる人は、その人と仲がいい人を通して、その人に叱咤激励してもらうっていうのがいいと思います。ああ、確かに。自分が言ったように傷つけ合う、はい、嫌いな人間に言ったら、傷つけ合うだけなんですね。叱咤激励してるつもりが、結局叱咤してるだけみたいになっちゃいますよね。叱咤、傷つけてるだけになってしまう。うんうんうん、なんかそうではない、その人に対してなんか尊敬、うまくいってる人を通して、その人にこう言ってもらうっていうのがこう、いいと思いますね。直接刀を振るのではなくて、うん、さっさと、なんかこう、これ、特に好意というものがある人を通してこうやってもらうと、はい、こう第三者みたいな人を見つけてやると、その叱咤激励できると思います。うん、でやっぱ、私が叱咤激励できるのは、私を尊敬したり、私がその人を、うん、その人の人望や人間性や、はい、素晴らしいなと思ってる人、まあ、好意と尊敬を持ってる人に対しては、叱咤激励できますし、やります。うん、でも、それがないときは、やると傷つけるだけなので、私はしません。うん。うんうん、敵意がある人とやったら、ただ、刀でちゃんちゃらちゃんちゃらやり合うだけだから、なんぼ自分があるとか言ってもですね。うんでも、だん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 悟りへ行くと、自分に敬意を抱くことができた人はね、なんかその人がいるだけで、精神が安定した、うん、安定してる、うん、安定する、という人になってほしいと思いますね。うん。うん、だから、早川さんがその教師になったとき、早川さんがわーっと争ってて、早川さんが来ただけで、なんかスッと、うんみんなが安定するんだよね。精神的にその人のそばにイライラしてる時にその人のそばに行くと、精神がとても安定する、和らぐんだよねっていう人が必ずいるはずなんですね。いや、まさに先生ですよ、僕にとっては。いや僕は大したことない。だからそういう人間やっぱ、西洋的に、ヨーロッパ的にやっぱ愛が深い、愛をいっぱい持ってる人、優しいオーラ満ちた人、確かまあ、そういう意味での気づいた人、悟りを開いたとは言いませんけれども、うん、気づいた人、悲しみを乗り越えた人、はい、大善自悪として生きている人、うん、という存在の人が、のが、うん、さっき言ったね、前の前回に行った時に、うん、風の窓を開ける人、はい、ここもわかりませんね、うん。だから、なんか白黒をつけて傷つき合うというだけの世界は、やがて、うん、結局大きな争いの方になっていって時代が苦しむということなので、うんうん、私はなんか、まあ、早川君と私たちの仕事はそういう、うんね、その人がいるだけで安定するという人を育てるのがこのラジオの、ね、目的、うん、目的というか大きな主題の一つだと思ってます、うんうんはい先生の今お話の中でやっぱり好意、そしてその対局の敵意ってキーワードが出てきて思ったのが、なんか本当にありがたいことに、それこそね、いつもお話しさせていただいてますけど、先生と出会わせていただくときはなんかもう好意に囲まれた人間関係欲しいなって思ってたんですけども、本当にいわゆる今の敵意というかね、そういう思ったり思われたりみたいな人に溢れてたんですけど、今ありがたいことに不思議なほどそういう人と、そもそも周りにいないとか出会わない。出会う人みんな好意を持てるような人ばっかりなんですけど、はい、そうですね。はい、これどう、ありがたいんですけど、どういうことなんですかね。やっぱりこう、同じオーラの人たちが集まって、うん、同じ旗の人、同じ色を持った人たちが、うん、寄り添ってくるっていうのは、まあ、やっぱりあります。野犬は野犬同士争いし、ヤクザはヤクザ同士争うんですね、うん。で、同じ心の鋭さを持った人たちがやっぱ同じ争いをするんですね。はい、うん。うん。だから、なんか、やっぱり柔らかい、そういう真実を求めようとする人たちは、そういう人たちが集まるんですよね。うんうんうん、だから、一つの道、ね、はい、聖なる道、光の小道に入ってしまうと、うん、あ、そうか、その世界の人たちがあるから、うん、なんか同じ方向に歩けると思います、うんうん、でもね、世間的に言えばもう一つだけ言っておかないといけないのは、はい、まあ、してはいけないことを教えるのも大事だと思います。してはいけないことを教える。うんうんうん、
でそれをきつく言うのではなくて、はい、それは大いなる悲しみを呼ぶんだということを分からせてあげるようなルール違反ということは、うん、はい、大きな悲しみを呼ぶんだ、で あなた自身も悲しむし、あなたの周りの人たちもその行為によって悲しむんだということをこう、うん、教えてあげられるということがこう大事だと思いますね。なんていうか、この知った激励の中の、はい、知ったっていう、うん、してはいけないことはやっぱりしてはいけないんですね、はい、うんうんうん、してはいけないということは相手を傷つけたり仲間を裏切ったり、自分の輪に走ったりということは、まあ、分からないでするときもあるんですね、はいはいはい、だからまあそういうのはこうきちんと教えてあげていいけれども、うん、叱りながらやるとただ反発するんですよね、うん、そこがこうだから、まあ、方法論としては第三者を通すか、その人と間に好意があるならば直接言ってもいいと思いますね、うんうん、なんか今の方法論っていうところでいくと、僕が今まで先生にその叱咤激励していただいた時とか思い出すと、やっぱり、まあ、まあ先生はちょっと別格かもしれないですけど、 なんて言うんでしょう、これはハウツーではないと思うんですけど、でも先生がこうその人にそういう話をされた時って、なんかなんでしょう、 やっぱりまず空気柔らかい、普段から先生柔らかいですけど、本当に柔らかい空気の中でふとこう自然の川の流れの中でさりげなく諭す感じでお話しされますよね。まあ僕はよくあるけど、ポツンと出る言葉を聞いてくれる人と、うんうん、の時はやっぱ一生懸命僕はその人のことを、その人の未来のことをやっぱり思ってますね、うんうん、この人は素晴らしい人だから良くなってほしいっていうか、うんうん、なんかそういう愛情を感じながらその人と接すると、うんうん、その人はやっぱり聞いてくれますね、うん、嫌いながら話すと、うん、争いの中で入ってしまうということを体験上知ってますね、うん、まあ、さっきから言ったことを、はい、まあそう、まああなたがいるだけでなんか和らぐっていう人になってほしいと思いますね、うん、まず精神、まずあなたの、ね、あの、この人がいるとイライラしてる時にその人のそばに行くと、なんか不思議と精神が何も言わないのに安定するんだよねっていう人が、うん、になってほしいと思いますね、うんうん、いや本当ですね。それには深い呼吸と明晰と人間性と、はい、なんかこういう真実を求める、うん、道に入るで、うん、グルを持つ、そうですね、というのもいいと思いますね、うん、はい、ありがとうございます。改めてこの番組のね、あの貴重さを体験させていただきました。さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問ご感想を募集しております、詳しくは、北川先生のホームページをご覧いただくか、もしくは概要欄をご覧ください。そして、今月の、24日からですね、名古屋で満月の勉強会、が開催されます。第、全5回です、こちら第1期生募集しておりますので、こちらも詳しくは概要欄をご覧ください。そして、千葉でも、断食会があります、5月26日から28日、そして南房総でも、断食会があります。こちら6月16日から18日です、5月6月と断食会ありますので、日頃ねなかなか日程が合わないという方も、今回2回チャンスがありますので、ぜひ、チェックしてみていただけたらと思います。ということで、人生を変える出会い、番組をご覧になっている方はチャンネル登録、聞いている方はぜひフォローの方をしていただけたら嬉しいです。ということで、北川先生、今週もありがとうございました、うん、ありがとうございました。Thank you.